ウイロード第5節2戦目北海道日本ハムファイターズ対バッターボックスは5番山田。相手ピッチャーの乱れからチャンスを作っています。相手が制球を乱していますから打ちました。高く上がったボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホーム。大きく1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット。1対0。ホークスなおも三塁一塁のチャンスです。まあさすがというところですよね。バッターボックスには尾形が入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りに中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですね。ファウルボール。2球目は何で来るか。変化球打った、ショート取った、一塁へ、一塁アウト。これで3アウト。9番バッター中島、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。試合を制したのはソフトバンクホークスです。